はい、おはようございます。下が寝巻きなのでジャンパーを着ています。コウノドリの A メロを弾いてみたいと思います。今タブも書きましたので、はい、まずは D のコードを押さえます。1弦の2フレット、3弦の2フレット、1弦の2フレット中指、3弦の2フレット下指、そして斜めに押さえますね。その代わり手首出しちゃダメですよ。手首は肘とまっすぐ、はい、まあいいです。それで、2弦の3フレット薬指、そして1、2、3、4弦を同時に弾きますね。はい、そしてこの書いてある通りに弾きます。この下指を5弦のように持ってって、1弦と2弦の押さえないのと5弦を一緒に弾きます。はい、それでこの下指を今度はズズズズズズ、5弦の2フレットに持ってきます。そしてさっきと同じに薬指は3弦の2フレット、そしてまた1個ずれて、間違えた、で2回目もとりあえず同じに弾いておきましょう。後でよく弾けるようになったらおかずをアドリブで適当に入れながら弾けばいいと思います。そして1個ずれて、そしてここまで同じで、この上に書いてあるやつ、とりあえずここまでやってみるかな。で、アドリブつったのは例えばどうやるのみたいな感じになったら、どうだっけ、みたいにやればいいと思います。